いやでも原点ですね、やっぱりね、むしろ感謝しています。あの時本当に1年間頑張ったから今あると思うんで、感謝しています。1年の半分以上行ってたんで、多分100-200日ぐらい行ったんじゃないですかね、あの1年間で。多分もう初めて出た時にすごい歓声で、立ち上げ当初だったんで不安だったんですけど、そのすごいこう受け入れていただけたっていうか、お客さんの皆さんにね、それがすごく嬉しかったのを覚えてますよ。半年経ってぐらいから一時期ちょっと苦しい時期があって、なんかそれはこう、なんだろう、やっぱり長い時間結構ずっと同じ場所にいたりとか、まあ、毎日同じことをずっとやるっていうのがちょっとしんどくなっちゃった時はありましたね。でもなんかやっぱお客さんもすごい楽しんでくれましたし、あとは仲間がやっぱでくれたから、こう踏ん張れましたし、毎日こう朝来て、あのアップをこうみんなでやってたんですけど、体操を、その時のことなんかすごい思い出しますね。いやもう本当にやっぱり千秋楽とかで泣くのはやっぱりキャラじゃないから、それは違うと思います。全然俺が泣くってね、アホですよ、はい、ちょうどねあそこの後ろのとこでしまっていくときに、すごいみんながバーって、あバイバーイって笑顔で、それがもう嬉しすぎてね、泣きましたね。写真とか見返すと、本当ワンピースタワーの時の思い出ばっかなんです。それよく見ます。でもルフィも後先考えないでしょ、なんか、まあ、僕も後先考えれないタイプなんで、まあ、行き当たりばったりで、まあ、すごい後悔することもたくさんありますし、怒られることもいっぱいあるんですけどね、ルフィみたいな人であれたらいいのになって思いますけどね。かっこいいですよね。今のこう自分があるのは東京タワーの、東京ワンピースタワーのおかげだと思ってますし、あとは何だろうな、自分がダメになりそうな時とか、フラッと遊びに来ると元気もらえるんですよ。なんか1年間あそこで俺は頑張ったんだっていう、なんか自信があってね、改めて言いますけど、やっぱ僕の原点ですし、やっぱり自分が誰かのね心を動かすことができるってね、すごくありがたいことだし、尊いことだとすごく思ってて、なんか本当に、まあ、夢はでかくいくと、本当世界中の人をね、こうなんか笑顔にできたり、まあ、いろんな感動させれるような、なんかね、俳優であれればいいなとか思いますけどね。